はい、こんにちは。今日は谷村奈々さんに YouTube チャンネルと、ビジネスの話を聞いていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もう最初から七分虫全開で声に映ってないけど大丈夫大丈夫まずあのみんなに聞いてるんですけど、 YouTube を始めた理由って何かあります？私の YouTube？ うん、私。え、私の YouTube？ はい。あれ。あれ。あれ。あの、あ問題作。始めてるって言っていいかなっていう。でもそれこそこう、あの撮影のカメラだったりとかね、相談に乗ってくれて、そう面白い。優しい。SDK のどれ買ったらいいですかって送られてきて、違うの買おうとしてるみたいな、それ入りませんみたいな。もう本当に分からなくて、もう何、アナログすぎてっていうか、苦手でね、もうあの優しくも教えてくれ。でも結局、今何で撮ってるの？結局、あの、あれなんだっけ、DJI DJI のなんか小さいやつ。うん、で、スマホつけて、あ、うん、うん、やっぱ、あ、あれだけか、そう、ちっちゃいやつで、はい、あ、なんか撮ってる、撮ってるっていうか、カメラ撮ってるんですか、カメラ撮ってる、解説しました。うん、はい、うん、で、あれってどういう風にしていきたいとかってありますか？あ、問題こう、こう、更新がちょっと止まりすぎて、でもまあ、あの、私他のこう、なんていうのかな、あの、まあ、いろいろな活動も含めて、うん、こう自分の人生はっていうか、うん、あのすごい自分の、無理のないタイミングだったり、こう緩さ、リラックス感だけど 大好きなことをもう突き詰めてやるっていうのがこう根底にあるので、うん、あの発信とかもだから、ちょっと頻度はよくね、 YouTube に関してはちゃんと毎日って言うんですけど、いや、わかる、わかるんだけども、ちょっと自分のこのペースをこう大切にしながら、うん、でもその7分のすごいこう自分のペースとか自分らしさっていうのをすごい大事にしてるとこ、やっぱりすごいいいところですよね。ありがとうございます。うん、そこをいつも感じてて、嬉しい。で、まあヨガもしてるけど、結局今その歌手の方がまた忙しくなってきてるというところで、そういう活動が増えてきたら、なんか YouTube の使いようももっと幅が広がってくるんじゃないかなと感じてるんですが、いかがでしょうか？そうですね、師匠。そうだ、本当なんかコロナ禍結構、まあ、歌のイベントとかも、呼んでいただいたりとか、あとその制作、曲の楽曲の制作だったりとか、提供だったりとか、まあ、近々ライブもあったりっていう中で、多分その表に出す作品としての、もうそうですけど、その裏側のなんか様子だったりっていうのを結構 YouTube ならではっていう感じで、なんかお届けとかでね、それを待ってる、頑張る。やっぱりなんか裏側とかはそういうのをね、見るのって楽しい。うんうん、うん、なんか素の顔というか、うんうんうん、なるほど。いや、なんかまあ多分そのもちろん YouTube に関してはそんなにこうね、ビジネスとしてやろうとか、ビジネスにめっちゃ活かしてやろうっていう感じで始めたらないと思うんですけど、そうですね、うん、まだ収益化もできてなくてなんか頑張るぞ。ああ、そうそう、あれ、それが永遠に見たのそれ、なんでみんな見てるの、見てるの、ちゃんと足りてる、私も全然、うん、もうアップしてもアップしてもね、頻度が少ないからもっとってことなんですね。なるほど、なるほど、うん、でもなんか、まあ、ヨガも上げたりしてるけど、うん、そのどういう感じのが一番見られる？そう、うん、なんか確かに音楽とか瞑想ヨガ系とか、あと普通のライフスタイルとかって何個か多分ちょっと分けてる感じと思うけど、ジャンル的にはでもこう、うんと、なんか自分がこう前に出て、なんかこうそれこそインタビューだったりとか、なんかこう日常って言ってもこう前に出てドーンってカメラで喋るみたいな時はの方が再生回数は高い。あ、じゃあそれをやっぱり増やした方がね、そっか、いいよね。なるほど。
そう結構そんなになんていうかな、あんまりこうアップで自分自分っていう感じで撮らないもんね。あんまり撮られる方が自撮りやからいいんだよ、自撮りやから。好きでやるんですけど、なんかこう撮られるっていうとなんか、もう一歩よいしょっていう何かがある気がする。まだなんかそこまでに、至ってない。いや大変とかはないけど、もうちょっとなんかよいしょっていうのはよいしょっていうのはよいしょとはってだから結構その前に自分が出て映ってっていう頻度はだいぶ少ないかも、多分。ね、それをなんかそれをちょっと楽しみながらやっていきたいな。ぜひ増やしていただきたいですね。であとはなんか、まあ、歌手とか裏側の制作とかの話で今後はどういう展開をしていくっていう展望はありますか？そうですね、なんか本当最近、まあこう歌手活動昔こう芸能活動をしてて、それで一回ブランクがあって、去年の、自分がリリースした曲で、一応カムバックっていうか、復活みたいな感じの流れだったんですけど、本当に一瞬回ってっていうか、一瞬回って自分がやっぱり私は絶対これがやりたいっていうその、まあ音楽、一言で音楽って言ってもその制作の仕方もそうだし、細かいこととか音の取り組み方もそうだし、ライブの構成一つでもそうだし、それがね、やっぱやっとここに来て本当に、自分のパッションの深掘りっていうのができたなと思うので、やっぱそれってなんかどれだけ大変なことがあってもやっぱもう確実に超楽しいから、やっぱそこをもっともっと極めたいし、やっぱり今まですごい歌って踊って書くのね、こう届けてきてたから、なんかもうちょっと、もうちょっとが全然違うんだけど、ちょっとジャンルはやっぱり全然違うんだけど、自分はこういう音楽だ、なとか、なんかその変化とかもそうだし、もう今35歳なんですけど、やっぱりこの今のなんか本当にリアルな私の、エネルギーっていうか、そういうのを、歌に乗せたいし、こう、瞑想とかも、皆さんと一緒にやったりするんですけど、あとなんかこうヨガ哲学の話とかこう、発信とかしたりとか、それも本当に全てにおいて、今の本当に、今この瞬間だけのというか、どんどん人って変わっていくから、やっぱリアルなエネルギーを届けたいなっていう思いで、歌もそうだし、他のこともやってるので、それを極めていきたいかなって感じ。でも前ってその歌って踊ってた時っていうのはどの辺まで演者としてやるだけなのか、なんか他のこともやってたの、なんか裏側のこととかって。制作をやってた、もちろんやってたんだけど、やっぱり完全に独立して本当にこうゼロから楽曲制作だったら、ゼロから自分で作っていくとかもやっぱこうちょっとやっぱ違う、今までとか。前だったらこういうね、契約があってとか、どうも全部決められていた中で、本当にありがたいことだったんですけど、こう、ゼロから作るっていうことですね。そうですね、もっと独創的っていうか、そのクリエイト、ってかアートってこうだよなっていう、私はやっぱこっちがいいなとか、その表現する上でっていうのが変化ですかね。なんかそういう哲学とかそういう東北系のことはどこでやったの？そう、私ナナクラブっていうのやってまして、でもこうなんかオンラインコミュニティみたいな感じで、私がただ好きなものやってるだけとかいやそれがいいんじゃない？でもね、いや本当にでも歌みたいなただの私の好きなものやってる、音楽でしょ、それと本当ヨガ哲学の朗読会とか、好きすぎて、でこう瞑想会を行ったりとか、あとオフ会をしたりとか、生配信がすごい好きで、こうやっぱね、こう生配信って今その時の今が好きなんや、そうでしょ、今が好きだから生配信めっちゃ好きで、でも本当怖いよね、後でカットとか何もできへんのに、それでもね、やっぱこうなんか生配信今だけのみたいな、準備
理が苦手っていうのもあるけど、それが主な気がする。その生配信は何のプラットフォームでやってる？あ、生配信は、うん、覚えてる？大体覚えてる。メインが LINE ライブ、あ、メインっていうか、まあ、一番長いのが LINE ライブで、ほ、うん、んで、ライブ、ほんでとか、ね、去年のその、あ、去年もすごいリリースと同時に久しぶりにライブをやったんだけど、そこの生配信に必要だったっていう理由で、ツイキャスっていうのを始めて、あとは、あ、でもそれぐらいかな。うん、で、7グラム専用の、インスタの、鍵アカウント。生配信とか。ああ。なんで今ちょっと笑ってたんだ。いやいや、生配信めっちゃ好きやな、と思って。生配信と7グラムっていう。もう全てみたいな。まだ撮ってないんですけど、多分あのエクササイズ動画が、僕のチャンネルと奈良のチャンネルに上がるかどうか分かんないです上がるかもしれないので、はい、ぜひちょっとそっちの方も見に行ってみてください。では今日はありがとうございました。ありがとうございました。うん、面白かった。私